帰っていきたいと思います。まずは第1マッチダブルス、木下アビエル神奈川、木原長崎組対湯門湯皆川以下の日本生命レッドエルフの試合でした。まあ、この試合木原長崎組が割と硬かったんですけれども、まあ、最終的には取るという試合だったんですけどね。そうですね、あまりちょっと調子良くないのかなと思いながら、はい、湯森選手も本当にうまく皆川選手をリードして、そうですね、はい、でも最後また思い切ったプレーを長崎木原君がしたと思います、はい、さあそして第2マッチ石川佳純とチェンズユのゲームでした。特に、まあ、最初やっぱり気にしたんでしょうね、これね。そうですね、出足悪かったんですけど、ちょっと追いついたらもう台から下がらなかったですね。そうですね、で1回下がってもまたすぐに前についてでフォアに飛ばされたボールを逆にストレートにノータッチを取る、はいはい、という展開が本当は強い石川選手を見ました、はいはい。第3ゲームは11対5という形でゲームカウント3対0で石川佳純が取りました。そして第3マッチは今度はドゥホイカンとそして湯門湯、今度はこの湯門湯のこの手の長さ積極性が出たという感じでしたかね。そうですね、出足はドゥ選手の方が良かったんですけど、ドゥ選手安定感もあったんですけど、はい、もうバック対バックの硬い展開からフォアにノータッチ取ったりミドルに詰まらせたり、あとサーブを出す位置を変えたり、はい、球質を本当に多彩なサーブの組み立て、はい、で終わってみれば3対0、はいはい、そんな感じがしました。そして第4マッチは長崎美優と森さくらのゲームでしたが、はい、ここはね森さくら長崎選手もすごいボール決めてたんですけど ね、でもやっぱりそのゲームの作り方とか気力とか、はいはい、そういった部分でもう流れを掴んだ、はい、もう最後はもう、ね、一方的な一方的でしたね、はい、第2ゲームは森桜劇場というか、そうですね、はい、闘魂アタッカーという言葉が使われてるんですけどね、すごかったですね、はい。これでマッチカウント2対2に進みまして、ビクトリーマッチは石川佳純と森さくらの試合でしたが、もう当たってきてる森さくら選手だったんで、ちょっと私もちょっと怖いなと思ったんですけど、そんな心配は、はい、する必要がなかったですね、はい、完璧な、はい、パーフェクトな試合内容だったと思います、はい、いやもうこの試合内容、まあ、今日の第2マッチも含めて2試合石川佳純の良さが本当に地元で出た大会だったかなという感じがするんですが、いかがでしょうか。そうですね、やっぱりこのお客さん見に来た回があったんじゃないかなと思うような石川選手の素晴らしい卓球を、はい、見せてくれたんじゃないかな。